それではここからは有理数をですね、連分数展開するのと類似の手法を使って無理数を連分数で近似するというやり方、計算について紹介します。今アルファはですね、これ実数としまして、この実数アルファの連分数近似を考えていきます。すなわちこうアルファを連分数で表すして、こうその連分数の qi がどんどん i が大きくなればなるほど、それで表される連分数がこの与えられたアルファに近づいていくという、そういう数ですね。そういう展開を考えます。で、まずアルファ自身をですね、アルファ1というふうに置きまして、次のような順番にこの qi とアルファの i プラス1を求めていきます。まず qi は、これは、アルファ i の、フロア関数と呼ばれるもので、そのアルファ i を超えない、最大の整数ですね。だから言ってみれば、qi はこのアルファ i の整数部を取ったものと見れば良いです。で、アルファの i プラス1は、このアルファ i からその整数部を取った小数部を分母に持つような、で、分子が1の分数というふうに定めます。で、これを、i をですね、1から1、2、3というふうに増加させて計算するということになります。で、まあ、その計算例をこれから示します。ここではそのルート3ですね、このルート3を連分数で近似するという方法を紹介します。まずやることはですね、このルート3という与えられた数を、その整数部分と小数部分に分離することです。で、まあ一応我々がすでに持っていると仮定する知識として、ルート3っていうのは、1より大きく2より、2より2以下の数であると。まあ、1.7 いくつだったと思うんですけども、まあ1より1と2の間にある実数だということを、一応、すでに知っているとしてですね、これを、まあ整数部分は1と。で、小数部分はルート3マイナス1というふうにこうまず分離をします。で、次のステップではこのルート3マイナス1をですね、まあ、このような形で分子が1になるようなこの分数でこう表します。で、その次のステップですけれども、この分母の部分ですね、ルート3分マイナス1分の1というところに着目しまして、この分数の分母を有理化します。すなわちこのルート3マイナス1分のところの分母を有理化するわけですね。で、分母を有理化するには、まあ多分高校数学でもやっていると思いますけれども、ルート3マイナス1だったらばルート3プラス1を分母と分子両方にかければですね、これで分母は2となりますので、まあ、そういう計算をやると。で、分子の方はルート3プラス1と出てきます。で、今度はこの2分のルート3プラス1という実数に着目しまして、この2分の3プラス1をですね、やはり整数部分と小数部分に分離します。で、まあ、ここから先は、まあ、何らかの方法で、この2分のルート3プラス1という数は、まあ、1より大きく2より小さい実数だということを知った上で、これを1とですね、それから2分のルート3プラス1マイナス1の部分にこう分けるわけですね。で、この、小数部分、2分のルート3プラス1、マイナス1っていうところを少し整理しますと、こんなふうにですね、2分のルート3マイナス1というふうに出てきますので、今度はこの2分のルート3マイナス1っていう分数に着目して、この分子を1にするような表現に変えてしまいます。これはまあ単純に、ルート3分マイナス1分の2を分母にするような分数に等しいということを使うわけですね。はい。で、今度はここからなんですけれども、今度はルート3マイナス1分の2の方に着目しまして、で、この分数の分母をやはり有理化します。そうすると、ここの場合はルート3プラス1分、ルート3プラス1をこう分母と分子にかければいいので、この時この計算結果は2分の2かけるルート3プラス1になります。で、まあ、これ約分しますと分母が消えてですね、また普通の実数になりますので、今度はルート3プラス1っていう数なんですけれども、
このルート3プラス1をやはり整数部分と小数部分に分離します。先ほどルート3がですね、1と2の間にある数っていうことを知っていることにしましたので、これルート3プラス1は2と3の間にある実数だということが、分かるわけですね。そうすると整数部分は2と。で、いいのかな、そうですね、小数部はルート3マイナス1となります。で、この、ルート3マイナス1の部分を、その分子が1であるような分数で置き換えますと、ここでですね、実は循環節が現れるわけですね。これ、実はルート3マイナス1分の1という有理数が、先ほど計算の中で現れていましたので、あとは、ここまでの一連の計算が、こう、連分数の展開をしたときに、どんどんぐる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 進んでいってですね、こう、同じ数がどんどん連分数に現れるということを意味します。ということで、ルート3のその連分数展開としまして、このような展開が得られるわけです。1、1、2、1、2、1、2、1、2ということで、1はこれ最初の整数部なんですけれども、その次の分数の部分は1、2、1、2、1、2という2つの長さの節が巡回します。で、この長さの節をこのように1つの節の上に、ですね、こう直線を乗せて、こういう形で循環節を表すことにします。はい、で、この無理数の連分数近似なんですけれども、アルファを実数とした時、実数特に無理数としたときに、そのアルファが循環連分数で表せる、今回の例題のようにですね、循環連分数で表せる条件というのがありまして、どんな数でも、どんな実数でも循環連分数で表せるわけじゃないんですね。アルファが循環連分数で表せる必要十分条件として知られているのは、このアルファが9分の m プラスマイナスルート n の形をしているということです。で、ここで m と n と9は整数でして、このような形の実数をですね、二次無理数と言います。で、二次無理数というのは整数係数の二次方程式の根となっているような数ですね。だからこういう数であれば、実数であれば、循環連分数で表せるということが知られています。で、計算方法としては今説明したような計算方法を使えばよいというわけです。ここまでよろしいでしょうか。はい、今回のまとめです。で、今回は拡張ユークリッド誤助法の性質についてまた新しい性質を紹介しました。それから拡張ユークリッド誤助法の応用としまして有理数と無理数の連分数展開ですね。有理数の連分数展開と、それから無理数の連分数近似のやり方について紹介をしました。で、次回の予告ですけれども、次回は、拡張ユークリッド誤助法の応用の一つとしまして、中国常用三法について説明をします。で、中国常用定理は、数学類で代数入門を2年生の時に履修した人は中国常用定理を覚えている人もいると思いますけれども、この中国常用定理に基づいた計算が拡張ユークリッド誤助法を使ってもできますということで、むしろ実用的には中国常用定理の計算というのは拡張ユークリッド誤助法を使う場合がほとんどなんですけれども、そういうことで、拡張ユークリッド誤助法を使った中国常用三法について紹介していきたいと思います。テキストでは 4.8 節にありますので、また必要な人は予習をしておいてください。それでは以上で今回の講義を終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。